なんで飯の用意ができてねえんだよ、このクズ嫁が。今日は同窓会だから冷蔵庫の作り置きを食べてって言ったでしょ。俺とママは作りたてのものしか食わん。ママも怒ってるんだぞ。そう言うなら自分たちで作ったらいいじゃない。ママをこき使うなんて性格悪いな。私にどうしろって言うのよ。今すぐ帰ってきて作れ。今久しぶりに友達と話してるところだから嫌。勝手に同窓会に行きやがって。この前参加するって言ったら了承してくれたじゃない。覚えてねえな。自分のいいように記憶をねじ曲げるんじゃねえ。それはあなたの方よ。俺は正しいことしか言ってない。横暴なだけでしょ。お前は嫁なんだから何を犠牲にしても俺とママのことを一番に考えろ。私は家政婦じゃないの。あなたもお母さんも仕事中にまで電話して文句を言うのはやめてほしい。お前が出来の悪い嫁だからママが怒るんだ。おい、返信が遅いぞ。何をしてるんだ。同窓会なんだから友達と喋らせて。あなたの相手ばかりできないの。俺の相手が第一だろ。さっき言ったところなのに学習してないんだな。普段家事と仕事ばかりだから少しぐらいは遊びたい。お前に娯楽なんて必要ないんだよ。あなたは遊んでばかりだけどね。俺は一家の大黒柱だからいいんだ。自分には甘いなんてひどい夫ね。生意気ばかり言うお前は仕事も辞めさせて家に閉じ込めてやろうか。あなたの収入だけじゃ暮らしていけないじゃない。じゃあ家で大金を稼げる仕事に転職しろ。それで家事とママの世話も完璧にして俺たちを楽させるんだ。無茶言わないでよ。今の仕事も辞めるつもりはないからね。文句ばかり言いやがって。お金のことならまずお母さんの無駄遣いを直して。ママの悪口を言うな。本当のことを言ったまでよ。毎日遊んでばかりでブランド物もよく買ってるでしょ。もう怒った。ママに対してのひどい行いを詫びてペア旅行券をおごれ。それって私と直樹で行くのよね。バカ言ってんじゃねえよ。俺とママの二人だ。誰がお前となんか行くかよ。お母さんのことが一番好きなのはいいけど私のことも大事にしてほしい。理想の嫁になったら考えてやってもいいぞ。あなたの考える理想って何よ。毎日高級ホテルみたいな食事を用意して俺とママを様をつけて呼ぶこと。それは無理ですね。最初から諦めるなんて根性のないやつだ。高級ホテルは難易度高すぎ。それと旅行のことだけどこれ以上無駄遣いはやめた方がいい。うるさい。嫁の分際で説教するな。それはこっちのセリフよ。先月も二人だけで遊びに行ってたよね。ママとのデートはなくてはならないものだ。その言い方は気持ち悪い。とにかくお前は自分の身の振り方をちゃんと考え直した方がいい。さもないと痛い目に遭うぞ。なんでこんなマザコン男と結婚してしまったんだろう。今更ながら本当に後悔しています。私は茜、32歳の兼業主婦です。結婚半年目で義実家に義母と3人で暮らしています。義母は夫を昔からとても甘やかしていたそうです。だから夫はマザコンになってしまったんでしょうね。最初は義母も優しく夫も普通だと思っていました。しかし結婚してすぐに豹変し私のことをいびるばかりです。義父は2年ほど前に他界しており私たちを止める人はいません。本当はもう離婚したいと思っているのですが私があの二人から離れられない理由があるんです。1週間後。直樹ちゃん聞いて、あかりさんが私の部屋の掃除をしないで寝てるの。おいあかね、今何時だと思ってんだ。ママの部屋の掃除もまだか。離婚されたいのか。熱が高くて横になってたの。少し休んだらしようと思ってた。言い訳するな。嫁は骨折したとしても家事をするのよ。甘えてんじゃない。だからってバケツいっぱいの水をかけるのはおかしいです。もっと体調が悪くなる。寒い。平日の昼間から寝てるのが悪いのよ。あかね、仕事はどうしたんだ。38度もあるから休んだ。本当に根性のないやつだな。会社に行ったら逆に迷惑でしょ。逆にあなたはなんでこの時間に LINE してるの。ママからの連絡は大事だからな。電話もワンコールで出ないと。さすがに気持ち悪い。直樹ちゃんはいい子よね。親孝行もたくさんしてくれるし、ママが世界一大好きなんだから当たり前だよ。本当はママと片時も離れたくないんだけど。グループ LINE でイチャつかないでください。
あかねさんは喋ってないで早く掃除して、ベッドも水浸しにしたんだからさっさと布団干しなさい。それはお母さんのせいですよね。直樹のベッドでもあるのに。いいんですか？今日からママと寝るからいい。子守歌も歌ってもらおうかな。そういうことだからあんたはそのびしょ濡れのベッドに一人で寝なさい。こんなことして私が倒れたらお母さんのせいですからね。生意気なことばっかり言って、今からもっとひどいお仕置きをしに行くから待ってなさい。何をする気ですか？掃除機で頭を吸うなんてどうかしてます。しつけてあげたことに感謝しなさい。これに懲りたら口の利き方を改めることね。大量に抜けた母に似た自慢の髪だったのに。少しはそのバカな頭もマシになるんじゃないか。濡れた髪を吸い込んだら掃除機も壊れちゃった。あかねさんが買い替えときなさいよ。私のせいじゃないですよね。またそんな口聞きやがって。本当に離婚されたいのか？もう俺の欄は記入してあるんだぞ。それにこっちはあかねさんの母の形見の指輪があるの忘れたの？それはやっぱり壊すか売るかしてしまおうかしら。やめてください。お願いします。結婚してすぐに奪って本当に正解だったな。簡単に俺たちの奴隷になるんだから。言うことは何でも聞きますから返してください。お前がいい嫁になったら返してやるよ。まずは俺たちに逆らった罰として高級ディナーと旅行をプレゼントしろ。そんなお金はさすがに。料理も掃除もろくにできないんだから少しは役に立つところを見せなさい。旅行はどこがいいかな？やっぱり温泉？海外もいいわね。今から楽しみだわ。1ヶ月後。また夕飯ができてないぞ。俺たちが旅行に行っている間にまたサボりやがって。本当にダメな嫁ね。離婚してもいいんじゃない？離婚届出してきたよ。は？何言ってんだよ。直樹が書いておいたもの提出したの。あれは隠しておいたはず。あれで分かりやすいところにあったのに。どういうつもり？指輪を壊されてもいいの？あれはもういいんです。だって私の手元に戻ってきましたから。は？鍵がついた箱に入れてありましたよね。暗証番号式だったので誰もいない間に地道に解いてました。そんなはずない。だって旅行中に取られないようにって私が今持ってるのよ。それは偽物です。似てるものと事前にすり替えておきました。なんて姑息な真似を。お母さんには言われたくありません。早く帰ってこい。説教してやる。私のものは全て運び出したし、もうその家に用はないから行かないわ。まさかお前引っ越したって言うのか？そうよ。本当に何もない。いつまでもそんなところにいるわけないじゃない。お前ただじゃ済まさないぞ。記入してたってことは離婚したかったんでしょ？違う。あれは脅しのつもりで見せただけだ。今すぐ離婚を取りやめなさい。もう提出した後なので無理です。世間体も悪いだろ。気にしなくてもいいでしょ。スピード離婚なんてそんな珍しくないし。確かにそうね。じゃあ何も問題ないわ。こんな出来損ないと別れて正解よ。他の女を見つくらいましょう。違うんだよママ。一番の問題は茜の収入がなくなることなんだ。二人とも無駄遣いするものね。え？直樹ちゃんは給料増えたんだから問題ないでしょ。違いますよ。私の収入が増えたから二人が前よりも遊べてたんです。え、どういうこと？3ヶ月前に課長に出世しまして、それを知った直樹がお金をせびってきたんです。そうだったの？それの何が悪い？お前の金は俺のものだ。生活費を私だけが払ってるのはおかしいでしょ。直樹ちゃんは有能だから出世したって言ってたわよね。へえ、そんなことをね。嘘つきまくってて笑えてくるんだけど。どういうことなの？仕事で大きな失敗をしたので出世は難しいらしいですよ。直樹の同僚から聞きました。なんでママに本当のことを言うんだよ。ダメだったの？でももう豪遊なんてできなくなるんだから早く行った方がいいでしょ。でも茜さんがいなくなるだけじゃ全く遊べなくなるわけじゃないわよね。あ、いや、この際だからはっきり言っちゃえば。ママに何度かプレゼントした時に借金した。まだ払い終えてない。でもママのためだし少しだから許してくれるよね。私も直樹ちゃんにたくさんゲームや高級菓子を買ったから貯金もないし年金も少ないわ。ママもかよ。
役に立たねえな。その言い方は何、誰のためにお金を使ったと思ってるの。知らねえよ、勝手に使ったのはそっちだろ。こんなにも良くしてあげてるのに文句を言うなんてひどい。頼んだ覚えなんてないし、上から目線うざ。親に向かってなんて口の利き方なの。ここで喧嘩しないでくださいよ。茜がいないと困るんだ、戻ってきてくれ。茜さんは私たちの家族なんだから、出ていくなんて言わないで。じゃあなんで私にひどいことをしてきたんですか。俺は当たり前のことを言ってただろ。嫁は夫と姑を大事にするものだ。私を大事にしてくれないのに求めないで。だから離婚したいって思われるのよ。私は直樹ちゃんを取られてムカついたからいびってたの。いつも直樹は一番にお母さんを考えてますよ。わざわざ私に当たる必要なんてなかったと思うんですが。それもそうね。分かってくれましたか。私はお母さんと仲良くしようと思っていたのに、あんなことされてとても悲しかったです。今までごめんなさい。これからは仲良くするから帰ってきて。お断りします。どうして、和解する流れじゃないの。人の気持ちを考えられない人とは暮らしたくありません。俺たちは愛し合った仲だろ、やり直そう。嫁を奴隷扱いするマザコン野郎は願い下げよう。100年の恋も冷めるに決まってる。お前の金を当てにしてまた借金しまったっていうのに。もっとひどい状態になるよ。どういうことだ。1ヶ月前にお母さんが熱に侵されている私に水を大量にかけて掃除機で頭を吸いましたよね。あれは悪かったと思ってるわ。あのせいで風邪は長引いたし、髪の毛は大量に抜けました。それがどうしたんだよ。他にもいびられた証拠もあるし、慰謝料を請求します。え、そんなことで。私にとっては大事なことです。仕事にすぐ復帰できなかった迷惑料や病院代、精神的苦痛もろもろ、もう弁護士には相談してあります。待ってよ、そんなの払えない。女にとって髪がなくなるのはとても辛いことですからね。しっかり払ってもらわないと。あれはお前のせいだ。ママは悪くない。弁護士に髪を引っ張られる行為は傷害罪に当たると言われたの。一度家族になった仲だし、被害届を出すか迷ったけど、今から警察署に行ってくるわね。ママ、急いで金を用意するんだ。手のひらを返すのが早すぎる。身内が捕まるなんて嫌だ。ママが勝手にやったことなんだから責任持って払え。直樹にも暴言を吐かれたから慰謝料を請求するよ。俺のはちょっとした冗談で、じゃれ合いのようなものだろ。この1ヶ月証拠をたくさん集めたから言い訳は無用よ。きっちりと払ってもらいます。嫁は大事にするべきだった。どうやって暮らしていこう。後日だ。その後躊躇せず被害届を出したため、元義母は傷害罪で罰金刑に課されました。二人は慰謝料と借金を払うために、直樹は副業を、元義母はパートを始めて、毎日朝から晩まで働いています。少しでも足しになればと実家やブランド物を売り払い、今は風呂トイレなしの小さなボラアパートに二人で住んでいるそうです。ただそんな状態なので、直樹は本業に身が入らず失敗が続き、上司に怒られる日々が続いていると同僚の人に聞きました。元義母も娯楽がなく、お互いストレスが溜まっているので、あんなに仲が良かった二人は今では険悪になっているようです。私はというと、今は一人暮らしを満喫しています。髪の毛も生えてきて、母の指輪をつけておしゃれを楽しんでいます。